福井県鯖江市上高地町だと思われます。林道新谷線の、レポートとなっております。よろしくお願いします。この先は九遊林道です。十分注意して通行してくださいということで、まあ、通るなっていうわけじゃございませんので通らせてもらいます。この道に関しましては、前ネタがございまして、ここの部分はなんていうかな、そこまでの道中のキャンプ場かな、なんだっけ、おばなキャンプ場ってとこからスタートした動画があって、で結局こっちの方が、まあ、全然大したことないじゃろうっていうことで険しい道を選んでこっちを来てなかったんで、まあ、その記録として撮らせてもらおうと思います。よろしくお願いします。おそらくサブチャンネルやと思うんですけど、メインだったら、あ、まあメインでご覧ください。ちょっと最終的にね、その仕上がりによって変わってきます。まあ、別に大した林道じゃなければ、まあ、そのままサブチャンネルと思います。まあ、多分何ともない道だと思います。林道として普通の舗装林道じゃないかなと思うんで、その今入り口だったんですけど、そこに観光名所みたいな薄墨桜っていう、そこへの看板が何十分後先にありますって書いてあるぐらいですから、まあ一般な人でも来れるようにしてるんだと思いますんで、さほど何もないとは思いますけどね。右にも道はあるけど、右にも道はありますけども、どんつきですね。まあ、今回はこの荒谷線とやらを記録したいので、そのまままっすぐ行きます。時間が6時、夕方6時となっておりますので、で木立も相まってちょっと暗い感じになってますけども、で雨が降ってきたんですよね。砂防ダムが目の前にありまして、そのまま急カーブをヘアピンかなで上がってできます。なので今の砂防ダムを管理するためにも作った道であるかなと思いますね。まあ、ただしちょっとまたここも車草で傷がつくような道であると思うので、そこは気をつけください。といってもこれぐらいは、まあ、サブチャンレベルかな今のとこはね。なんか途中になんかイベントでも発生するならばイベントってのも変やけど、大概こういう林道でイベントったら崖崩れとか、ね、あとなんか倒木とか、まあ、よからぬもんですけど、あまり遭遇したくはないものですけど、あとはもう本当のなんかもうダート悪路的なものがあったら、まあ、メイン昇格かなって思うけど、僕の予想じゃ多分これはサブ扱いやろなと思うんですよ、ね、4区入れるほどの道でもないし、かといって別にあるって言ったらこの落石があるぐらいなもんでさほど問題ないし、その道の特徴としても、あ、なんかここに看板ある、携帯天皇1500年周年記念植樹。なんで携帯天皇のゆかりがあるんでしょうか。それがなんかね、昭和天皇たらなんかそういうのやったらなんか分かるんですけど、携帯天皇って相当昔じゃないですか。福井鯖江にゆかりがあったんでしょうかね。ここちょっとガッツンガッツン打てい、まあサブレベルですね今のところは。本来ここを撮影する気はございませんでした。単純に帰り道で道を見つかったから、まあ、そのまま帰るのはもったいないということで撮らせてもらっております。で、まあ本当、まあ、林道の記録程度やと思うんですよね。
んか警戒標識にある、なんだこれ。あ、山崩れ注意、落石注意ですね。完全に落石はありますもんね。だってもう今現在でもでかい石がゴロゴロ落ちてるとこもありますんで、タイヤにはお気をつけください。まあまあなんとか来れなくはないけど、普通の車タイヤが一番怖いです。もう正直ね、もうなんかすごいガタガタ道とかこういう変な道ばっか走ってたんで、めちゃくちゃなんか自分の運転で寄ってまいそうです。本当にいろんな方向からこの、まあ、この道はなんともないですけど、この前のメイン動画で出しているもう100人中まあ98人ぐらいは絶対通り抜けないやろってとこは、あそこはちょっと回りましたね。本当にちょっとあそこで僕はちょっと体力というか精神のゲージがだいぶ減りましたね。まあ、その動画はまた見ていただければ分かるんですけど、その行くも地獄、帰るも地獄ですよ。もうだからもう帰る地獄はもう嫌やと思って突き進みましたけども、ね、この道なんかだと何ともないですけど、そのああいう道ってまあ一時そういうとこを越えると、あの先人さんがあのだん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 とその道を諦めていく人がいるわけですね。その人たちがそこまで一応来てくれてるんで、道の踏み跡が出てくるんで、まあそのピーク過ぎりゃなんとかいけるかなと思ってるんですけど、ただ崖崩れとかになるとね、それはもうどうにもならん話ですけど、まあ、正直ちょっと久々に若干生きた心地のしない動画になってると思います。草のレベルでいうと多分最高レベルかもしれないですね。だから皆さん誰もあそこを制覇できなかったんやろなと思って、過去動画でいろんな人の動画はちょっとチェックさせてもらいましたけども、まあ最後まで行った人がいなかったんで、いたんかな。時期的なもんで今の時期はその辺は草が多くてリスク高いですよね。このまま4区で走らないでおこうか。 FR 台走ってるんですけど、踏んだ時に若干ケツがちょっとだけスリップするかなって思うけど、このタイトコーナーでね、 あれがなるのが嫌だから、このまま参りましょう。まあ若干今日は疲れました。本当にさっき言った、なんだっけ、折りたて尾花線やったかな、 あそこか、あそこの途中が本当に怖かった。マジで生きた心地は実はしなかったですね。なんでそのそう言いながらこうやってまたおまけで撮ってるんだからね、その方向へ向かってるわけですから、その道というのがこの真上ぐらいだと思うんですよね。でこっからダートなんだ。この上高地薄摘み桜って書いてありますよね。要するにここだここだここだ、ここの右ですわ。この右がやばいんですわ、でも上高地の薄摘み桜ここから行けないよ。行けない行けない、やめた方がいいですマジで。あの草木をかき分けていくのは無理です。なんでやめた方がいいと思います。どうしようかな、一応ここまでってことにしよっかな。